間に10秒の休憩を挟み、10種目を50秒ずつ行います。基礎代謝を上げるのに欠かせないトレーニングです。それでは始めます。頑張ろう。まずはノーマルスクワットです。肩幅より少し足を開き、膝を曲げます。立ち上がるときに息を吐きましょう。前のめりにならないよう前を向きます。背中はしっかり伸ばした状態を維持します。膝は90度を目指して曲げましょう。つま先と膝は同じ方向に。膝がつま先より前に出ないように注意します。丁寧に繰り返しましょう。その調子です。残り10秒です。休憩です。次はバックランジです。手は腰に当て、一歩後ろに引いて膝を曲げて腰を落とします。背中が丸まらないようにしっかり胸を張ります。息を吐きながら後ろ足を蹴って戻りましょう。下げた足の膝が床につくギリギリまで下ろせるように頑張りましょう。バランスを保って、だんだん心拍数も上がってきましたね。休憩です。3つ目はスライダーサイドランジです。片足を真横にスライドさせるように開きながら軸足を曲げます。左右交互に繰り返します。重心は軸足に置きましょう。ももとお尻を意識します。腰が丸まらないように、また膝がぶれないように注意します。できるだけ遠くまで足をスライドさせてみましょう。膝はスクワットと同じで90度曲げます。頑張って。休憩です。4つ目は仕上げランジです。片方の足を後ろに下げ、膝を曲げた後下げた足で床を蹴り上げます。よりお尻に効果的です。バランスを意識します。反対です。足を上げるときはつま先をまっすぐに。上げたときにバランスを崩さないように腹筋を使います。ゆっくり伸縮させるとより効果的です。休憩です。次はスクワットしながら体の向きを回転させます。しゃがんで立ち上がる動きに合わせて180度ゆっくり回転します。足は肩幅よりも大きめに開きましょう。体の向きとつま先は常に同じ方向を向くように意識します。姿勢はまっすぐ、胸を張ります。立ち上がった時は膝を伸ばしましょう。ゆっくり丁寧に。足とお尻に効いていますね。その調子です。あと少し、頑張って。
休憩です。6つ目はサイドランジです。足は大きく開き、片足ずつ重心を移動させます。膝がつま先より前に出ないように、足の裏をしっかり地面につけましょう。ゆっくり太ももとお尻に負荷をかけていきます。諦めないで頑張りましょう。休憩です。よくここまで頑張りました。ラストまで一緒に頑張りましょう。次は3スピリットジャンプランジです。ジャンプで足を交互にクロスさせてバックランジをします。飛べない人はバックランジを行いましょう。1,2,3 とリズムに乗って行います。ランジで腰を落としたときは膝を床ギリギリまで近づけられるように頑張りましょう。しっかり追い込めていますよ。その調子です。頑張りましょう。残り10秒。ナイスファイトです。8つ目は足上げスクワットです。足は肩幅より少し開きます。スクワットから立ち上がるときに片足ずつ外側に蹴り上げます。腰をしっかり落として片足でしっかりバランスを取りましょう。辛いのは効いてる証拠です。頑張っていますね。残り2つです。次はワイドスクワットです。足を肩幅より大きく開いた状態でスクワットをします。お尻を突き出すイメージで繰り返します。裏ももとお尻を意識します。しっかり腰を落として負荷をかけていきましょう。立ち上がるときに息を吐きます。気を抜かず丁寧に。さあ、いよいよ次でラストです。ジャンピングスクワット、頑張りましょう。スクワットの状態から立ち上がるときにジャンプをします。飛べない人はノーマルスクワットを行いましょう。最後の力を振り絞って、できるだけ高くジャンプをします。自分のペースで大丈夫です。ラストスパートです。頑張って。残り10秒です。5、4、3、2、1。
よく最後まで頑張りました。はい、お疲れ様でした。今回は星野リゾートリゾナーレ熱海のテラスリビングスイートのお部屋をお借りして10分間のスクワットランジトレーニングを行いました。めちゃめちゃきついんですけど、10分間ですごく足お尻に効くので、ぜひ日々のトレーニングに追加して行ってみてください。今回宿泊した星野リゾートでの Vlog はサブチャンネルにアップしているので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。では今日も最後まで一緒にトレーニングをしてくださってありがとうございました。またこちらの動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。